が成績もいいなんて予想外でした。勝てばいいのだ、勝てば。負ける前提で考えると負け癖がつくぞ。期末の世界史の範囲は古代エジプト、メソポタミア、何万茶まで出す予定ですか？うちは7、8回は入れます。これは私の大切なご先祖様です。貴重品ですので預かってください。リコちゃん、基地の案内お疲れ様。この基地のワルキューレか？露天。何してるんですか！舐めるな！でも数日に分割させてください。ダメ。はい、挨拶が遅れてごめんなさい。渡来園香です。ピンクの三味線に負けた。あれ、ママ動揺してますか？そうだ、リリスさんはいつもシャミ子のカバンにくっついてるから教科書やプリントがお供えされ放題。リリスさんは封印空間で資料を盗み見しながらテストを受けたんだ。違いますか、リリスさん？かっこいい。この子はかっこいいね。俺にとっては、さあ、羽はちょっとも…ちょっとモフモフして…もっととか言う。ちょっとモフモフして。やらねえよ。そもそもどうなってれば正常で、どうなったら問題なのかもわかんないんだよ。ちょっとモフ…ちょっとモフ…ちょっとモフ…やり遂げてな…ちょっとモフ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 …ブレイダーの鬼、悪魔ストレだし。ちょっとモフモフしてた方が…かな。リョウだったら敵から情報や弱点を引き出すにはどうする？モモさんが入れたのかな。リョウちゃんへ、シャミ子の戦装束です。シャミ子の勇姿、お納めください。おねえ、戦ってる時こんな感じなんだ。今度撮ってもいい？ゆとり、無理なことは無理だってちゃんと言ってあげればよかった。人は本気で飛べないし。ゲホゲホゲホ、ゲープ、エホエホ。26、24。お話の中にしかいないんだって。26。頑張りやったい。その子供は何よ、そんなに。怖いものを克服するんだ。おーすしゃみか、この前言ってたバイトの話なんだけど、今日来られない？バイトですか？いや助かったよ。もともとやる予定だった人がぎっくり腰で出られなくなっちゃってさ。着ぐるみの中の人役なんて、私なんかにそんな大役が務まるかな。むしろシャミ子ちゃんしかいないんだよ。マサキさん、いいのよ。リオの言う緑の森人が何者であろうと、未知への介入はこ小さいやつを探してたんですね。学びにおいて寛容なるは、まさしく知ること。そのお話の中にしかいないんだって。テレビアニメ化です。